1875年当時の各種軍服1890年代、当時の将兵。右の朝日端は、帝国陸軍の不評連隊の軍旗。将校は、軍医を、貸し卒は夏衣を、着用1900年当時の将兵の各種軍服1910年代から1920年代初期に、かけての昌平1930年代初期の昌平1940年代初期の、 歌詞官兵1940年代初期の将校。この記事では、明治維新の県軍から第二次、世界大戦敗戦による解体まで、大日本帝国陸軍の軍人が着用した制服について解説する。軍服一般については軍服を参照。陸軍式の五服を着用した大元帥と陸軍の将官、海軍の将官。大元帥及び陸軍将官は、 昭和13年正式の冬衣を海軍将官は昭和17年正式の軍衣を着用。1943年大正末期及び昭和期の青年将校文化を取り入れた勝者なスタイルの青年将校。この駅平連大夫の会員の宮春に昭和期の憲兵菓士官と陸軍憲兵上等兵。立ち姿の菓子官らは官球軍衣の襟を高く改造し、 かつ将校巡視官と同等の私物絵理賞に変えている第二次大戦時にアメリカ軍が作成した帝国陸軍の軍服、階級賞、気象類のイラストマニュアルジャップアーミーユニフォームズ1944-1943年4月5日、ドイツ陸軍将校及びフィンランド陸軍将校らと映る昭和13年正式の冬衣を着用した。 陸軍少佐帝国陸軍はその県軍頃から天皇及び新政府の日本軍として軍服の統一を図るようになった。当初は軍政ともどもフランス陸軍に反を取っていたが、不屈戦争の結果から明治19年の改正及び明治19年直令第48号においてドイツ陸軍に習うようになった。しかしながら明治十八年十五年正式において、 フランス陸軍式である検証を大々的に採用するなど、以降は列強各国の軍服の影響を受け、またそれらを研究しつつ帝国陸軍は独自の複製を構築することとなる。将校巡視官と下士官兵の複製には差異があり、明治33年直令第364号により陸軍複製へ統一されるまでは陸軍将校複製と、 陸軍かシーカ複製が別個に規定されていた。なお、基本的に将校巡士官の被服を含む軍装品一式は自弁調達する私物であり、各々の思考や資金力などにより、細部の作りを含めて様々な個性が見られた。軍服をおしゃれに仕立て、おしゃれに着こなすこれら勝者な帝国陸軍の文化は、古くは明治初期から一貫して存在していたものの、その傾向は、 昭和期が特に顕著であり、大正11年正式末、昭和5年正式、昭和13年正式においては、若年層の間で、いわゆる青年商工文化が大流行している。商工巡視官の軍服、軍装品は、記事等にある程度の正式規格が定められていたものの、常実の通り基本は、私物で、また様式にも自由が利くものであった。 将校巡視官は民間の紳士服店、軍装品店、百貨店及び開港者などで軍服をテーラーメイドで扱えるのが一般的であったが第二次世界大戦中は軍人の増加やその国情により民間や開港者を問わずレディメイドの品が普及している。菓子官兵の軍服、軍装品は将校巡視官以上の細かな正式規格に沿って主に陸軍被服本省。 大阪陸軍被服市長、広島陸軍被服市長といった被服省において制作、検定、管理される環球品である。制作自体は官営の被服省のみならず民間業者に委託されることも多く、それらは納入後に各被服省等にて検定を受けた。しかしながら、同性式の環球品でも制作時期や製作者によって作りに際があり、また、 古参加士官兵には暗黙の了解として、環級軍装品の私物化、改造、私物検証エリ賞等の使用が認められていた。このように、帝国陸軍の軍服には階級を問わず、定裁の異なるものが多々存在する。陸軍軍属に対しては、上記とは別に、陸軍軍属従軍服制が規定され、陸軍軍人の軍服に相当する従軍服が制定されていた。 なお、この従軍服は、正式や階級章などにおいて、軍服とは異なった、独自のものとなっていた。軍服風の護服を着た、明治天皇昭和五年正式の護服を着用した、昭和天皇、明治維新により、天皇の衣食住も欧米化が進められると、西洋式の護服が必要となり、明治五年には同年制定の文館内礼服に似た、制服が調整された。 しかし、親とい外国人ジブスケから、フランス皇帝は、武漢大将の制服を着用し、文漢制服は着用しない旨の助言があったため、その直後には、軍服風の五服、五大礼服が制定されている。この服は、明治13年10月11日大上官布告第55号により、陸軍大将の制服に準じた、陸軍式五服が定められるまで使用された。 同布告では陸軍式五服のみで海軍式のものは制定されていなかった。明治13年の布告は大正2年後失礼第9号をもって廃止され、新たに陸軍式の五服及び海軍式の五服が定められた。これは基本的には一般の陸海軍大将と変わらないが階級章が通常のものよりも若干長く、 陸軍大将を示す三つの聖章の他に一回り大きい喫花章が付された。海軍の式典に参加する場合には海軍の軍服型の護服を着用したが通常は陸軍の軍服型の護服を着用する場合が多かった。1945年の第二次大戦敗戦により陸海軍の解体と廃止が定まったことから従来の陸軍式護服及び 海軍式御服に代わって、新しい天皇五服及び皇族服が制定されたが、昭和22年5月2日皇室令第12号により、皇室令がすべて廃止されたことにより、天皇御服と皇族服は同時に廃止された。陸軍府評大員、広人新郎陸軍騎兵大員、騎兵祭刊巡視官の正以降は召喚を呼びたの、兵下部とは大きく異なっており、 上着は、六骨吹く。袴は長袴でなく赤根獣。萌え着色定食側線を有す短袴で長靴を履く。竹田具高級王源水陸軍大将。寺内正武陛下の遺憾清掃をすべき、場合清掃で、誠意を着用すべき場合は、時代により多少の変遷はあるが概ね次の通りで、ある。1873年9月24日に、 陸軍武漢複製が制定される。将校巡視官は、立リ,リダブルボタンのハンマンテル、長馬鎌に、短靴の清掃を用いた。細部の改正を経つつ、この基本型は帝国陸軍の最後まで用いられることとなった。1879年3月18日制定の陸軍服装規則によると、将校巡視官同装等官は、聖望、聖異、聖馬鎌 飾り隊以上。会計、軍医、うまい部の左官総統官以上及び参謀会館が、これを用いる、白首藤、下襟、職所、整形及び単靴を着用することとなっていた。1900年の陸軍複製によると、一般将校巡視官の第一首房は、濃紺銃の地質。防将の日照は、金色直径一寸七分。 眉サしは皮で、表が黒色、裏が萌え木色。おとがい紐が黒皮で、幅が3分5輪。おとがい紐ボタンが直径3分であった。また、第一種棒には横章が付されている。上下部、縫い際に蛇腹組金銭小銭一条を付すほか、階級により別に金銭が付された。章位は金銭小銭一条とし、大佐に至るまで小銭一条ずつ増えた。 少将は、金銭大銭一条及び、小銭一条とし、大将に至るまで小銭一条ずつ増えた。また、頂上に五房製の刺繍が付された。位磯で将は、金銭で表され、小磯同相当官を一条として、大佐同相当官の金銭六条に至るまで一条ずつ、増えてゆく。明治四十五年二月二十四日直令第十号による、改正では、第一首謀を、 生帽と解消するとともに、マビサしの裏が黒色となり、顎紐の幅が3分7輪、顎紐ひ止めボタンの直径3分5輪となる。昭和13年直例第392号による改正では、生位について、各部将校巡視官の飾り隊の手色の区別がなくなり、一律に黄色となる。襟将によっても階級が区別されており、召喚には、 ビシャモン機構の刺繍、左官には、ライモンの刺繍、右官には、蛇腹折りの金色テープが用いられた。また規定外ではあるが、エリショーにスパンコールをあしらう、例もある。1873年9月24日に、陸軍武官複製が制定される。貸し卒には、社交帽が採用された。1879年3月18日制定、陸軍服装規則によると、 貸卒同僧等官は、聖望、聖位聖馬鎌を起し聖母には前立を奏し、各箇所用の兵器を携帯し、乗馬本文社は長靴を、徒歩本文社は脚半を着用した。ただし、飾り待機場の整列等にあって、台夫徒歩本文の貸卒は、下腹間及び、総長のほか、開廃能を負い、毛布を、低鉄上に不思の上に街灯を付着し、 農中に上規の器具を収め、キャハンをご下に着用した。また、工兵及びクワ兵の下子卒は、毛布の代わりに、核工具を付着した。また、大概の菓子は、陛下に関せずすべて軍刀を廃用した。なお、1880年には、官営専樹製住所が創業を開始し、国産の羅ャ地が用いられるようになった。1900年の、 陸軍複製でも過失卒、第一首謀は維持された。憲兵及び各部の過失卒の第一首謀は、将校巡視官のそれに近いものであった。陸軍服装規則では、礼装は前立、飾り体を着用しないほかは、清掃に同じと規定された。明治45年の改正後の通常礼装。原則として長、長袴短靴を着用したが、乗馬本文社は、 短袴、長靴を着用することもある。官員の都と人信号、明治初期には、この分類はなかったが、西南戦争後、礼装と軍装とが明確に区別されるようになると、この分類が採用された。採用当初、通常軍医に第一死亡から前立を外した状態のものを組み合わせ、これを通常礼装とした。明治45年の全面改正以降は、 軍装略装と大差はない。陸軍服装規則によれば、初中以外は、軍防、軍医、長袴か短単靴、刀、刀腸、刀体を着用した。なお、当時の規則によれば、軍将銃軍希少記念章類を略樹ではなく、本章を用い廃用するか否かで、通常霊装と軍装とが区別されるわけではない。 昭和13年正式通常冷装の陸軍中将。大島博史1938年の昭和13年正式で通常冷装は改正され、誠意に用いる検証に類似した通常冷装用の検証が制定され、通常冷装時には昭和13年正式以降の立折り襟の冬衣及び夏衣にこれを着用する定めとなった。自身が受賞している。 軍旗将類を略受ではなく、本章を採用し、検証を不死通常礼装とする。当通常礼装は、昭和18年正式においても維持されている。陸軍章章。1875年から1885年に、かけてののつみすら歌卒用略位の陸軍不評語長津田三蔵帝国陸軍初の軍服は、ご新兵当時の1871年12月に、 制定された。将校、歌詞卒ともに、フランス式の紺色地球庫、ボタン一列の上着。袴は陛下ごとに色分けされ、不評は、ネズミ総庫地に、黄色側線、騎兵は赤字に、黄色側線、砲兵は赤字に、黒色側線となる。帽子は前面に日照を廃し竹ピボウである。翌1871年9月には、清掃が制定され、 将校は、通常の軍医よりやや上着の丈が長いマンテルが採用された。これらの軍医は、後の明治6年正式後も大量にストックが残存しており、台湾出兵、佐賀の乱、西南戦争においても使用されていたことが、当時の写真や絵図から伺える。1877年頃の陸軍参謀中佐、検証を付している。山川博子の改正により、 将校とかし卒の区別が明確化された。将校の軍医は、濃昆銃の六骨服。後年のものとは異なり、折襟、毛折縁、毛皮縁など様々な形状が見受けられる。歌し卒には、まびさしのないドイツ式の略棒が制定された。1875年に、細部の改正が行われた。この改正により白い夏衣が採用された。歌詞卒には、 略位の制定及び略棒の改正がなされた。略位はホック式のものであるが、機能性を重視したけが腰回りとなっている。略棒は、まびさしのある形状に改正され、異語同様の形状のものが用いられ続けた。将校同僧等間1879年制定、明治12年3月18日、陸軍服装規則において将校同僧等間は、 軍装に際しては、軍防、軍医、軍馬鎌、白首等下襟、職所及び軍刀を着用した。ただし、軍馬鎌については、乗馬には、単袴を用いた。また、大夫と保本軍の将校は、戦時出生の場合及び平時であっても、衛兵勤務及び公軍や衛兵衆などの場合には、廃納を追い、外套を廃納上に付着し、脚板を着用した。また、 会計、軍医、馬井部の将校総統官は、軍曹にあっても軍刀に変えて、政権を帯びた。下し卒、同総統官1882年当時の、法兵下し卒の軍僧明治12年3月18日制定、陸軍副総規則によると、下し卒及び同総統官の軍曹は、同時期の清掃に同じであり、次の点のみ異なっていた。 1894年当時の貸し卒軍医1901年当時の将校巡視官軍五郎も参謀たる陸軍砲兵中佐。芝五郎明治19年正式の軍以等を着用した将校巡視官と貸し卒1886年7月6日に定められた明治19年正式はそれまでのフランス型からドイツ型への大きな転換となった。 第二主坊やグニの地質は、将校等は、脳根銃、下腹管以下は、根銃であった。第二主坊、明治19年正式のグニ第二主坊を着用した、陸軍騎兵少佐。胸部に、陸軍大学校卒業基礁、及び、同年正式の式等を配用。秋山義古第二主坊は、天井部分のクエデが小さいタイプであった。 青章は金色で中心より、先頭に至るまで5分。目びさしは黒川、幅1分五輪の長短線はクエデに付した。下部の高さは一寸7分強で、横章は召喚、スケイ官各部等で、色が異なっていた。召喚の下部は、比重に幅1分の濃根線3条が入るような、形状であった各閉下左喚及び同相当官はき、十2濃昆線2条。 各兵会館及び同総統官は基準に、濃昆線一条であった。上等館後及び、下腹館以下は、濃紺線が入らない。なお、各部の将校相当館はそれぞれ相当する、詳細館の形状に同一で、ただ非重ではなくそれぞれの部の定員色が用いられた。軍医将校巡視官軍医は、従来の六個つぶく、可視卒軍医は、昆虫の立襟ボタンと目の単上着で。 襟には定食銃であり、検証には所属の連帯内し代替番号が付され、階級は袖線により表示される。袴袴の側章について、章間及び同相当官は幅一寸一分の大戦二条及び幅一分の小戦一条を、スケイ官は王戦幅一寸三分の大戦一条を付した。なお、騎兵祭官は単袴であった。 1893年の明治26年正式は、将校巡視官か副官の夏衣のみの改正で、他の服装については改正はない。これは、明治33年正式でも継続された。従来の白色の肋骨服を廃止し、新たに白色の立襟で銀色五つボタンとなった。物入れは、左胸と左右腰部に雨蓋なしのものが付された。 階級は袖章で区別したが、詳細官は銀色の青章の数で、大中小はその上部に付された聖章の数で判別した。その後、特務総長及び視区長が設けられたことに伴い、1894年に陸軍各兵特務総長及び視区長複製の件が制定された。特務総長及び視区長の複製は、 おのおのその陛下の家腹官と同じとされた。また、1893年4月6日に憲兵党が廃止され、憲兵化施卒は、騎兵党を廃用することとなった。減帥気象減帥気象。菊家門と東家門を中央上部に廃止、朝日端である軍機及び軍艦機を移常化1898年、減帥不条例が制定され、 陸海軍に名誉称号としての減水を新設。同年の直例第96号減水気象の正式及び総著に関する件において、減水陸海軍大将が汎用する減水気象も制定された。シデヌの1899年7月7日に制定された在台湾陸軍軍人の日雄に白布を追加すにより、在台湾の陸軍軍人は、 柿きひおいを付した棒の後方に白布三条を追加することが認められた。これは、円熱の地に含むすることから、日射から後頭部を保護する目的で定められた特則である。同様のものは、第二次世界大戦中、略棒に付されて用いられた。戦地復1900年の北新事変では、白色の夏衣に代わって、カーキ色の夏衣が、 現地の一部部隊に限って対応された。この頃の陸軍中将。不見の宮定なる新能1904年当時の陸軍不評軍曹の軍頃も、不評第37連隊所属なので、検証に37の文字が入っている。歌詞なので、袖昭和期、十大戦と、紀、重小戦とで表される。明治33年正式は1900年9月8日に、 制定された陸軍複製に基づくものである。従来の陸軍将校複製及び陸軍可視以下複製等が統合されて一つの直例となった。第二主望将校巡視官第二主望は明治19年正式からほとんど変更はなく、監督部の横章が銀茶銃に変更された程度であった。将校巡視官第二主望は濃昏銃で、斉唱は金色。 横章が、官によって異なった。歌し卒、第二手防は、色が、昆虫と、将校巡視官の脳根銃よりも色は薄く、正常が真鍮である点などが異なっていた。大戦は幅一寸五分であった。軍医将校巡視官の軍医は、脳根銃の六骨服であった。物入れは、腰部左右に、角一個。聖ゴも同様の袖状によって、階級を区別した。 下詞卒軍医は、昆虫の律エリー5つボタン。物入れは、左胸裏面に1個付され、後兵のみ、右胸部の2個が付された。エディ症、検証の定職によって、この衛兵や兵下部を区別した。階級は袖症で区別した。騎兵を除く、各兵下卒の袖症について、奇、重症性幅2分は、上等兵は3条、一等卒は2条、二等卒は1条。 袖口より二寸上り、表半面に付着し、各歓撃は1分である。騎兵を除く、各兵下家史の袖章について、平折金銭幅2分、木銃、王線幅8分各1条は共通である。木、重章線幅2分は、総長、一等校長は3条、軍曹、二等校長は2条、五条三等校長は1条。 海昇校巡視官の夏衣は明治26年正式夏衣に同じ。海袖章は小佐城を青昇の数で、その上の戦昇の数で大中省を表した。菓子卒会は白色の律襟ホック止め。袖章は衣とは異なり山形。濃昏銃の明治37年戦時服の軍医を着用した元水陸軍大将。大山岩お茶勝 薄銃の明治37年戦時服の夏衣を着用した陸軍大将及び陸軍少将日露戦争2月10日戦線布告1905年9月1日旧戦成立に際しては戦時服が戦時また恥変の際における陸軍複製に関する兼その後陸軍戦時服複製により定められた 戦時また恥変の際における陸軍複製に関する、県では、将校巡視官同窓相官の軍医を夏、衣同様の正式で作成することを認めた。もっとも、夏衣のままの白色では、戦場で目立つため、濃紺、昆虫の地質で、袖章も黒色とした。ボタンの数は5個または6個と幅を持たせた。海と同様の立襟のみならず折襟のものも見受けられる。また、 将校以下の夏衣、夏袴、日ヒオイ、シデノは茶褐色とすることを認めた。陸軍戦時服複製では、後の明治45年正式、45式に類似した複製が定められた。後年の軍帽と同様の形式のものが第二志望として制定される。将校相当官の防用聖章と、おとがい紐ボタンは銀色。襟部には襟章及び襟部気章を汎用した。 1906年4月12日、陸軍戦時服複製は、陸軍軍服複製と改められた。これによって、臨時のものであった、陸軍戦時服は、以後も着用するものとなった。もっとも、陸軍軍服複製における、第二種防、衣、墓袴、外套等の地質は、貸し卒等にあっては、当分の間は、農昆銃を持って、茶菓銃に代用することが許された。 これは日露戦争の終結により大量の農根銃の記事が余ってしまったことからこれを批評するための過渡的措置であった。ここに帝国陸軍の軍装、略装は従来の農紺色から茶褐色へと色彩面で極めて特徴的な転換が行われた。陸軍不評注意。1913年頃の茂松緑東宮部官。 内視自重武官たる陸軍機兵中佐。銀色の自重武官職所と明治天皇法御直後のため左腕には模章として黒の腕章を配用した1912年頃の身部、元吉シュベリア出兵を描いた戦争が見習い士官、士官候補生や後の幹部候補生など下士官兵の階級を有する商位人官前の将校、候補者は 一般化士官兵と同じく上着の上に刀体や帯皮を締めた。また、主官候補生でも、騎兵、市長兵の乗馬隊等本文社は軍刀を廃用する。1910年代から1920年代初期頃の主官候補生たる、茅野宮常則を陸軍不評に等卒。1927年頃の北原康史作明治45年陸軍、不評上等兵。 上等兵の45式検証を付した45式、内市改め45式の該当と45式、軍防1912年正式の明治45年、正式及び45式は、明治45年直例第10号の改正によるものであり、陸軍軍服複製の明治39年正式を、ほぼ踏襲している。このタイプを、45式と呼ぶのは、下士卒への官球軍服に、 この応印がなされていたことによる。このような応印は環球品ではない将校巡視官の軍服にはないため、厳密には同軍服を45式と呼称するのは誤りであり、俗称となる。平時着用の軍服としては初めて茶菓子色の生地を採用し、軍以降及び街頭にはパイピングとして、 ヒーロ戦線の装飾が付されるもので、幾度の改正を経ながら1938年の昭和13年正式まで20年以上使用された。この軍装が主に使用された戦争は次の通りである。軍防か士官用軍防の地質は、茶勝銃、鉢巻及び天井クエでは、騎銃、天井クエでの下部において、左右両側に、金色金属のハトメダ昇降、角二個を付す。 帽子は、聖書とされたが、この絵の将校を関するこの絵師団の軍隊に属するものに限り、聖書をオーバーで囲んだものを使用する。将校巡視官軍帽の顎紐ボタンには、王家の模様が入り、貸し官兵軍帽の耳ボタンは無地。将校は、貸し官に似た標準的な帽子を使い、帽子はその形を保つために、綿や混合物のような詰め物を入り、 軍医軍医の地質は、茶か地十。背中は一枚布で、物入れは、将校は、左右角二個、貸し卒の場合は、左右胸部に、角一個。ボタンは、陛下将校巡視官は、金色金属、各部将校相当官巡視官相当官は、銀色金属、平下貸し卒は、尺道、各部貸し卒は白道。平下区分に関わりなく、袖昭は、将校は、 非銃で、歌詞卒は、蛇腹組引け糸。カブラの全衆に食え出しに伏す。将校巡視官軍医のカブラ袖は四寸。歌詞兵卒軍医には、左は秋下に、表が茶勝銃で、裏が、勝鹿しかまの権竜一個を付した。襟昇1930年代前半の陸軍、中将、陸軍少将、陸軍不評大佐、陸軍不評中佐等不評第46連。 隊長たる陸軍不評大佐。百三十一年頃の沢木元、独立公兵第十八代隊副の陸軍公兵一等兵恵理将の地質は各兵下部の定職銃。定色は以下の通り、形状は古代の盾を模した。対合称として、不評、騎兵,兵、公兵、公兵、市長兵、航空兵の大府将兵は、それぞれの連隊または、 大体の番号をアラビア数字で台湾府標連帯府は右襟に王家と左襟にアラビア数字の大号を臨時朝鮮派遣府標連帯中隊府は右襟に日章中隊番号と左襟に連帯番号を独立守備大隊夫は右襟に特別賞と左襟に大替番号を付すなどした。また各兵種に属するものは大号賞とともに襟吹き賞を付す。 検証地質は、非銃、縦長の着脱式で、基本的に、歌詞カンペ用の環球品は南進、昇降純士官などの私物は更新。戦勝、聖昇は、平下昇降純士官歌詞は、金色金属、各部昇降純士官歌詞相当館は、銀色金属。平下卒の聖昇は、木銃、各部卒の聖昇は白重、白銃。海昇降純士官道相当館の夏衣は、 地質が、茶化ち薄毛織、または、茶化地腐である点を除き、将校巡視官同省あたり官軍医に同じ。ただし、袖省は付さなかった。貸し卒の夏衣は、地質が、茶化地腐である点を除き、貸し卒軍医に同じ。ただし、袖省は付さなかった。袴将校巡視官同僧等官には、茶化地重の長袴、か袴単及び、茶化地腐または、 茶家中すげおりの夏長ば鎌、夏短は鎌が規定されていた。菓子卒には、軍馬鎌、夏ば鎌のみが規定されていた。騎兵科、軍学部を除く、各兵科部菓子同窓等間卒のそれはスラックス型、騎兵科菓士兵卒のそれは乗馬ズボン型であった。召喚、同窓等間の特則召喚同窓等間には、次の特則があった。 大正7年1918年の大正7年5月4日付陸軍省副官、以降及び該当使用改正の権力軍一般へ、通帳によると、大正7年度支給の可視卒への以降及び該当から、新用式のものが給与されるようになり、それに、改め45式の夏印がされた。これは、軍縮時代で必要とする母兵数が減少したことから、 小兵検査の基準が高くなり、体格の良い兵卒が増加したため寸法を全体的に見直した改正である。この段階では、外見上、45式と改め45式との差は、実際には、全くなかった。大正9年1920年の大正9年5月28日陸立ち、第38号により、夏一個の茶化地府を、 おびあか茶褐色から大制茶褐色に改正した。理由としては次の点がある。大制茶褐色の方が保護色として優れている。おびあか茶褐色はお損が目立ちやすい。大制茶褐色の方が色相として高尚である。占領輸入上交通号である。経費は若干上がるが、被覆費予算内に収まる。 大正11年1922年の大正11年、直令第415号により、同年9月26日に以下のように改正された。昭和5年陸軍機兵中尉。ウラヌス号と共にあるので1930年以降の西武一陸軍中将。1936年頃の土井原賢治士官、候補生たる陸軍砲兵軍曹。 1932年当時の履行1930年の昭和5年正式及び昭和式は昭和5年直霊第74号陸軍複製中改正による小規模の改正である。最寸単位が尺刊法からメートル法に改められ昭和以下全昇平共通の改正として記事節約のため背中の裁断が2枚剥ぎになった。また、歌手卒の軍医は 着丈が、やや短くなり、裏地が7分裏になる。生地の繊維が太くなりザラザラしたものになり、旧正式の改め45式と比べ質がやや落ちる。貸し卒外当は、生地節約のため、ボタン配列はシングルになるが用部は、帯革と目張り式のままと変更された。全体的に次変に対する大量を動員を見越した、節約、省略型の改修であった。なお、 本正式はあくまで比較的小規模な改正である陸軍複製中改正であり、大規模な改正である陸軍複製改正ではない。既存の対正11年正式からは大きな変更点はなく、軍医、会の外見上の際は背中記事の裁断のみであるため、昭和5年正式の本校上下への着用画像はあくまで参考である。この軍装が主に使用された戦争。 事変、事件は次の通りである。防雨予以降防雨予予を着用した、歌手官と上等兵。また歌手官は、防雨予防を上等兵は、しでぬのを付した戦防も使用している同年、主に、河南、台湾方面の国諸地域用、特殊被服の一つとして、従来試験されていた、防雨予以降が正式に制定された。海外立栄であるのに対し、 後の昭和13年正式に類似する、解禁着用に適した折り襟を採用。また、胸部物入れは切り込み型でなく、調布型であり、腰部物入れを新設した。襟症及び検証は明治45年正式の従来品を付着する。国書地域である台湾軍部隊では、第2ボタンを外し大きく、解禁とした着用方法も取られている。台湾軍の将校巡視官官では、 この第にボタンを外す着用方法に順じ、元より背広型とした解禁の防御衣を着用する例が散見されており、ネクタイや蝶ネクタイを組み合わされることもある。後に、昇降巡視官のこの様式の解禁背広型防御衣は、陸軍解体まで広く普及することとなる。青年昇降文化典型的なチェック式の昇降順。 士官軍防当時の特に勝者な青年将校のスタイル。軍防の町及び軍機内し夏衣の襟は特に高く襟章の造形美に凝り、検証は究極線を描く。陸軍砲兵隊当時の北白川宮永久王当時の特に勝者な青年将校のスタイル。軍防の町と軍医の襟は高くウエストを絞り、着丈は短くボタン配列は上に詰め、 雨蓋は凝った形状、短葉釜の膨らみは極めて大きい。陸軍方兵将尉当時の利口1914年頃、明治45年正式最初期における特に勝者な青年将校のスタイル。特徴的な軍帽は町の全周が極めて高く、後の派手なロス式の流行を先取りしたものに近い。軍医の襟は極めて高く雨蓋にも関わり、 全体的にタイトな作り。陸軍不評隊当時の朝香宮鳩彦大田邦、若年層を中心とする将校巡視官の間では、軍医、海盗の襟を高く、ウエストは絞り、エディショート検証の形に凝り、雨蓋は急角度につけられ、形状もシャープないし大型のものを用い、着丈は短くボタン配列も上に詰め、短波釜は、 も,も部の膨らみを大きくするか逆に抑え美脚効果を意識したもの。長場釜は足長に見えるハイウエストで再建なもの。生地色は従来の褐色系から小緑や薄緑といった青みを増した緑系のものが大流行する。軍防もチェッコ式、クラッシュ型、派手なロス式といった帽子の内部はその形状を維持するために綿の詰め物をしていると 大正時代末頃まで標準だった町全体が低く、整った、控えめでおとなしい形状を打破する、大型で派手なものが千差万別流行し、同時にまびさしは小さいもの、急角度に付された極めて見栄えのするものも同時に、大流行した。それまで外見で、将校純士官と歌詞官兵の軍服に特に大差はなかったが、これらの青年将校文化が華やかなりし、頃は、 外国軍の要素を取り入れ、明らかに将校と分かる昭和新時代の当時の若者らしい自己主張を持ったオシャレでスマートな装いが多く現れた。青年将校文化は、軍以降、夏以降、軍帽、聖以降、聖帽、外頭、右服、外皮、呪盤、首頭といった皮服のみならず、変運靴、短靴、長靴、巻ききゃはん、皮きゃはん、軍刀、式刀、 頭脳、拳銃、拳銃脳といった、軍装品全般にまで広まることとなり、これら軍装品を扱うテーラーなど、各専門店や、百貨店、開口者でも、顧客獲得のための競争を行っていた。中でも変わり者としては、栗原康秀陸軍不評注意らと2.26、事件を共謀した、中橋本明陸軍不評注意のように、右服の裏地を、 シンクのヒーロー生地で仕立てたものなどが存在している。なお、これら勝者かつ自由な文化の源流自体は、明治期に遡り、例として明治45年正式時代にすでに、朝香宮鳩飛王が高いり、高町かつウエストを絞り、雨蓋の造形に凝った軍、軍防軍医を着用している。本格的な大流行自体は、おおむね、昭和5年正式時代であるが、流行の兆し自体は、 大正十一年正式当時にはすでに見られており、また当然の地の昭和十三年正式にも引き継がれているため、決して昭和五年正式独自のものではない。帝国陸軍におけるこれらの青年昇降文化は、複製がほぼ共通の巡視官官でも流行し、また昇降官においても、一般階層出身者のみならず、皇族、王皇族、家族といった、 特権階層でも広く好まれ、その大流行ゆえに帝国陸軍では事実上公式に認められた一般的な文化であった。これとは対照的に保守的な海軍では同時期のみならず、前時代を通しこのような文化は海無であり、軍服におしゃれを出す行為の規模は陸軍と比べはるかに小さいものであった。海軍にとっては陸軍において誇りになっていた軍人衆は、 悪壁とみなされ、服装においても軍服はあくまでも、事業服とみなされていた説もある。陸軍航空兵中尉、泡根性色の強章と、陸軍飛行機操縦術習得気象を廃用。矢島義彦陸軍将尉と、見習い士官たる、陸軍総長。見習い士官たる、陸軍総長は襟に特別気象の聖章を、廃用の地の第二次大戦時に、アメリカ軍が作成した。 帝国陸軍の軍服、階級賞、気象類のイラストマニュアル1938年の昭和13年正式及び98式は昭和13年直例第392号陸軍複製改正に基づく大規模な改正である。立襟を廃止、将校巡視官の冬頃も、海は立折襟に、可視官兵の冬頃も、 貝には一個ホックの平折り襟に近い立折り襟を採用した。また、貸し官兵の冬頃も、貝では、旧正式では存在しなかった腰物入れが設けられている。旧正式の立襟は、定裁は、良いものの首元はどうしても、窮屈になり、特に動作の際には、不適当な形状であった。そのため、立襟の廃止、折り襟内視解禁の採用は、 戦艦機当時すでに世界的な流れであり、かつ折リエリは、リ部の体裁を保持しつつも、大リを低くでき、解禁着用も可能であるなど実用性が高い、優れた形状であった。なお、帝国陸軍において、折リエリは1930年正式の防雨余韻において、すでに採用されている形状である。また、立襟の旧正式における、 兵下部の定食銃からなる大型の襟章と、主にヒーロー銃からなる検証は、折襟の新正式と同時に共に小型化され、前者は強症、後者は襟章となり、戦場での偽装効果を向上させている。大襟の高さが極めて低く、折襟と事実上一体化している。歌詞官兵と異なり症候巡視官は容疑を重んじる。ため大襟は高いまま、折襟を付した形状が、 一般的となる。将校巡視官の軍服は下てに自由が利くため、大襟及び折り襟の高さは、思考や体格によって調整可能であり、大折ともに高く長くしたもののみならず、低く短く一個ホックで、下士官兵の立折り襟に近いものも存在する。旧正式の立襟軍医に、昭和13年正式の襟将を付した陸軍五朝。 船坂広市立襟から折襟への改正によって、帝国陸軍の軍服の定裁が大きく様変わりしたことによって、階級に関わらず一部の古参軍人には、旧正式への愛着や記事室の良さから、旧正式を好んで着用したものもおり、これは第二次大戦敗戦時まで見受けられた。また、新正式と旧正式の併用は認められている。将校官の冬衣。 会では、旧正式の立リ,リを新正式の折襟に改造することが推奨されており、その際は新しく折襟部分の生地を前身頃の裏地から取り、立リ,リにつけるといった工程が踏まれた。戦艦機には、アメリカ陸軍とイギリス陸軍が戦闘服と勤務服を別に採用していたのに対し、帝国陸軍はドイツ陸軍、フランス陸軍、イタリア陸軍、 ソ連赤軍ともどもこれに追随することはなかった。この軍装が使用された主な戦争、事変は次の通りである。青年将校文化陸軍少佐。大襟は高く、第一ボタンにこむるさらに長い折り襟、折り襟部分の開きも小さく、着丈は短くボタン配列も上に詰めた冬衣。左はドイツ陸軍将校、あとはフィンランド陸軍昇降級正式に引き続き、 軍装品に個性を見出す青年商工文化は継承された。軍帽や軍服の仕立て、生地色など全体の体裁自体は旧正式の文化と特に変わらないが本正式で改正された襟は大襟は高いままに従来の立襟を彷彿とさせる折り襟部分の開きが小さい仕立てが流行した。また折り襟を固定したり第一ボタンにこむる長さ 大襟より大きな折襟を持つものも好まれた。昭和13年正式初期には、襟章は正式の規格よりやや細長いものが、また、通常冷装用の検証には、聖検証と同等の高級品が好まれた。さらに、青年将校が追い求める格好の良さに、閉閣分の廃止と戦時という国情が重なり、徒歩本文社時は、単靴と長ばを演習。 野戦時は変和靴と短袴に、巻きキャハンないしかはキャハンを、儀式の軍装時は短靴に、巻きキャハンを使用するの間でも、儀式の軍装時を除き、代々的に長靴を常時履く者が増加することとなった。エリ賞陸軍講義注意。エリ賞と共に高技特別賞を廃用。クルス両エリ賞を防御用意の上エリに付した、陸軍軍学賞佐。 大沼明襟章を解禁シャツに付した陸軍中佐内氏少佐。加藤武雄階級章は検証から襟章となる。明治45年正式の検証をベースに形状のみの変更で、章校巡視官は平行四変形、歌詞官兵は長方形。大きさは共通の縦 18mm、横 40mm とされた。白10の法務官、法務部将兵を除き、 地質は比、非重。昭和5年正式までの検証で使われていた立体型から平型に変更された。1940年には、兵長の階級が新設されたのに伴いエリ賞も制定されている。強章ヒーローの強章を付した参謀たる陸軍不評隊員。瀬島隆蔵級正式では、陛下部区分を、 エディショーで表していたが、昭和13年正式では、教章で表すことになった。山形の定食銃で右胸に着用した。昇高巡視官教章は、定位路線の幅 5mm、全幅 39mm とされた。貸し官平教章の場合は、昇高巡視官と同等のそれに、幅 3mm の銃声大地が付された。定位路は、 以下の通り。なお、1940年には、昭和15年8月1日陸立第33号、及び昭和15年直令第585号による改正が行われ、陛下の協唱が廃止された。陸立の時点では憲兵を除く、各陛下の協唱が廃止されることとなっていたが、直令では憲兵を含む、閉下分の協唱が廃止された。 なおこれはあくまで陛下のみであり、各部の教唱、定職は廃止されておらず、昭和18年正式における劇場との合体化を経て、帝国陸軍の解体まで使用されている。脇列直例中には、将校巡視官冬衣の脇列についての定めがある。左脇列は、裂け目の裏面の下端にボタンを付して開閉できるように、した。これは、将校巡視官は、 刀体を上着の下に帯びていたため、軍刀を左腰から出す必要があったことによる。長さは腕骨上端より下ること 210mm が基準とされた。なお、右脇列はダミーとして裂け目は伏すもの実際には裂かない。検証検証を付した通常礼装の陸軍中将。大島宏通常連装用に制定され、軍装。 逆装には着用されない。正装冷装に用いる検証に類似し、丸打ち金線または丸打ち高検線で、正装は銀色金属、王家ボタンは金色金属で王家模様がつく。検証の装着方法は、正検証とは異なり、上着の肩に設けられた切り込み口に裏金具を差し込む。なお、通常礼装検証の故障は俗称であり、正式名称は、 検証である。検証検証を付した、予備陸軍不評状等兵等。白木の箱を抱いた中央の歌手官を除き、他四人ともに、予備役の在京軍人であり、軍服以下軍装品一式はすべて、私物品歌手官兵には、旧正式の検証とは異なる。横長で、着脱式の検証が制定された。冬衣の地質に同じで、正称及びボタンは、金色金属。 長辺が1 2 0ト、mm、ル、短辺を5 0ト、mm、ルとし、襟側1 5ト、mm、ルの位置にボタンを付すとともに、狭まり、最短辺は2 7 0ト、mm、ルである。歌詞官は片端に、平折貢剣線または、金線の線章を付す。総長、上等兵は、青少3個、軍曹、一等兵は、青少2個、五条、二等兵は、青少1個を押す。 なお、陸軍副総令上では、菓子カンペイに通常冷装と称する複製は存在しないため、通常冷装検証の俗称は誤りであり、あくまで正式名称は検証である。上着細部綿製冬衣従来、重製であった菓子カンペイ冬衣の代用品として、綿製冬衣が制定された。同じ綿製である薄手の夏衣と異なり厚手で、 防寒性を高めた被服であり、重生の冬衣と異なり安価なため広く普及した。マント明治45年正式の右服を、定裁はほぼそのままに、名称をマントに改名。また、旧正式では、召喚、左官、異官、順士官の階級を大まかに区別するための、正称を襟章に用いていたがこれを廃止し、上着用の同正式の襟章を付す。竹は、 失火約3 0ト、mm、ルを標準とするが、乗馬本分社は、同位約1 5 0ト、mm、ルとなすことも可能。略防鉄棒のもとに略防をこむる、重敵番頭手の兵。1942年5月従来試験されており、事実上正式に近い存在として部隊に支給され、広く用いられていた戦棒が略防として、正式制定された。なお、軍棒は、儀式、外出、 上筋、演習などで従来通り使用される。鉄棒の元に被っても邪魔にならないよう、マビサしは4 5ト、mm、ルと短いものとなった。一般の将校巡視艦歌士艦兵は横幅2 6ト、mm、ルの、青将、この絵の将校を関するこの絵師団の軍隊に属する者は、青将の周囲を大場が囲む形状で、横幅5 0ト、mm、ル、縦3 8ト、mm、ルの棒昇を付した。 聖章自体の地質は、商工巡視官も、貸し官兵と同じくキラ社制とされたが、金銭や貢献性の聖章も広く用いられた。シデヌの昭和13年6月1日陸立ち第31号により、略望に伏す、シデヌのが制定された。袴商工巡視官には、冬長袴、冬短袴、夏長袴、夏短袴が規定されていた。にあっては、 袴についてはそれまでと本文社と乗馬本文社で、長袴と短袴を振り分けて支給していたがこれを短袴に統一した。防御依古解禁背広型の防御依の陸軍中将。本間正春昭和13年正式防御依の陸軍上等兵と同年生夏内氏、昭和17年正式防御依の陸軍上等兵。 内市一等平昭和13年昭和13年6月1日陸立ち第31号により、防雨酔い子が改正された。同年正式の夏頃元の違いとして、胸部物入れは切り込み型でなく、調布型であり、解禁着用を主眼に脇下にはボタンで開閉する、通気口を有する。形状が類似する昭和5年正式の防雨酔いでは、 用部物入れに雨蓋がなかったが、本正式では、雨蓋を有する。昭和5年正式時代から引き続き、国書地域の昇降巡視官官では、元より大きく、解禁とした背広型の防雨用意が非正式品ではある、ものの普及する。昭和17年昭和17年4月1日陸立ち、第18号により、防雨用意を改正。防雨の胸部物入れは切り込み型となり、 第一ボタンを外す、解禁着用が前提となる。防雨御場釜は、半場釜となるが、夏単葉釜、夏場釜とも組み合わせられる。並行して、将校巡視官館では、解禁背広型の防雨要員が普及する。その他細部昭和18年、正式系理部士官候補生たる、陸軍軍曹内士五町。経理部協商と共に同年正式の士官候補生、エリ賞。 検証廃採用。小山0時1943年の昭和18年、正式及び三式は、昭和18年直令第774号陸軍複製中改正による、比較的小規模な改正に基づくものである。改正点は、選挙逼迫による軍服の簡略化と、式の公用と秩序を維持するための階級や、職種の明示化である。将校巡視官においては、 公主幹部候補生や特別操縦見習い士官など、即成昇降のみならず、規制服が普及し、生地の質は低下しボタンは、鉄製金塗装でのっぺりしたものとなる。検証カかぶら袖、右脇列の処理の省略、単袴すそ替えボタンは3つに減らすといった管略が、多く見受けられる。歌詞カン用は生産、整備を容易にするため、従来は、一号、二号、 3号、4号、5号、6号となっていたサイズ区分が、第号、中号、小号の3サイズとなった。一連の流れによる質の低下は続いていたが、昭和18年正式、3式として、軍服自体は、昭和13年正式、98式と外見に、えはなく、あくまで、襟章と袖章の改正のみである。なお症候巡視官においては、 昭和18年正式の袖章と昭和13年正式の襟章の併用といったイレギュラーは珍しくない。この軍装が使用された戦争は次の通りである。襟章昭和18年正式の中佐襟章と昭和13年正式の中佐襟章。右は海軍中佐昭和18年正式の二等兵襟章を不したな期内死亡良い昭和13年正式では、 エリショについて階級による大きさに、さえはなかったが、昭和18年正式の改正により区別化された。昇降巡視艦は、横が4 5ト、mm、ルで統一ながら、縦はー間30、mm、小艦3 0トル左艦2 5トル位艦巡視艦2 0ト、mm、ルとされた。同時に、成章もエリショの大型化に合わせて拡大された。可視艦は横40、mm、横4 0トル 縦 20mm。兵は横 40mm、縦 18mm と、昭和13年正式の襟章と同じである。聖章の並びについて、昭和13年正式以前は定裁を重んじて、均等に並べることになっており、新旧喉に階級章を買い替えねばならなかった。そのため、昭和18年正式では、新旧時にそのまま横に聖章を付け足すことができるよう、 端から順番に聖章を埋めることに改正された。また、昭和13年正式及び15年正式において、教章で示されていた、各部区分は、直例中から除かれ、代わりに識別章が設けられた。低色を廃した識別章は、L 章下部に平行に伏す。旧正式の教章自体は、廃線時まで併用されている。袖章士官以上の冬衣。 かい、棒うよいには袖章が制定された。袖章は、昭和十三年正式で外頭、外皮に付された、戦章と昭和十八年正式で新たに制定された、正章からなっていた。戦章は、濃茶かち折紐で、詳細感は幅10ミリメートル、純士感は幅4ミリメートルで、袖の全周に付された。浅章は、金銭縫い及び貢犬縫いないし、機銃で 茶化地中の大地が付された。詳細館は、戦勝の数で、大中将は、戦勝の数で表した。協商航空協商を配用した、陸軍将尉航空協商と航空用、特別協商を配用した、陸軍将尉。川田清治奈九1944年8月頃から11月頃まで、陸軍船舶部隊に属する揚陸艦たる、特殊船、秋津丸において、 大戦召回機として、戦場運用されていた三式式連絡機に、登場する独立飛行第一中隊の空中勤務者は、航空協召、航空用特別協召、船舶協召の三種を配用する帝国陸軍で唯一の存在であった。その他細部戦時特例昭は19年特例1944年12月1日に、応答は戦争陸軍下士官兵複製特例が、 制定される。夏以降、遠い以降、街頭外費、略望雑能、追悼が省略化された。昭和20年特例1945年の大東亜戦争陸軍化し、官兵複製特例中改正により、同特例が大東亜戦争陸軍軍人複製特例に改められ、軍服の代用として国民服を使用することも可能となった。また、 この石段は、金結主へ勤務に服する場合を除き、大場で囲まれた聖書に変えて、一般の聖書を用いることができるようになった。1913年、明治45年正式の軍学部軍を着用した、軍学科士官内士兵、陸軍大将の葬儀における姿。